今年11月のアメリカ大統領選挙に向けた共和党候補者選びの2戦目が日本時間の午後にも始まります。鍵となるのは無党派層です。東部ニューハンプシャー州で23日に行われる予備選挙はトランプ前大統領と元国連大使ヘイリー氏の一騎打ちとなっていて、早いところでは日本時間の午後2時から投票が始まります。直前の世論調査ではトランプ氏が20ポイント近くリードし優勢を保っています。ニューハンプシャー州は民主党支持でも共和党支持でもない無党派層が最も多い州として知られています。無党派層でも共和党の候補者選びに参加できることから、その投票の行方が勝敗の鍵を握っています。I wouldn't get upset if she got it, but I would be a little worried because, like my husband says, I don't think she's strong enough. I just want him to finish up what he promised to do. Make this country better in the next 4 years. If I had to choose, it'd probably be Nikki Haley, most likely. From what I've seen, it's very negative, and I think the world needs more positivity. I think that's the most important thing.ニューハンプシャー州でトランプ氏が勝利すれば、岩盤支持層にとどまらない強さを証明できます。ヘイリー氏と僅差になれば、無党派層への訴求力の低さが改めて浮き彫りになり、本選に向けてトランプ氏の強さを疑問視する声が高まる可能性があります。